STRVM-41 はスウェーデンの軽戦車。チェコスロバキアの TNH 戦車のライセンス生産型である。STRVM-38 から STRVM-42 たる L-60 系列の軽戦車に限界を感じていたスウェーデン陸軍は1939年末に TNHC ベルトとして90両の発注を成立させた。 1940年には受領予定であったが、3月にはナチスドイツがこれを接収。代償として、ライセンス生産権と開発中の難航が1941年6月に提供された。L-60 系の調達を再開しながら開発が続けられ、1941年6月には生産体制が整い、その年の秋、 スカニア・バビスに116両の TNH 戦車が発注された。1942年12月から1943年8月にかけて納入された戦車は M41 の型番が付与された。後に SI 型として知られる初期型はエンジンには M40 と同じ145馬力の直列6、気筒液冷ガソリンエンジンであるスカニア・バビス1664。 を採用し、重量10.5トン、装甲は最大2 5ト、mm、ルであった。主砲のボフォース3 7ト、mm、m m 3 8と合わせて国産化されたものの戦車の急激な進歩もあって、完成当時すでに旧式化していた。これは開発元であった TNH 戦車も同様であり、改良型 TNHPS が開発されていた。容積拡大。 総高圧増大などのこの解説形状法がもたらされた1942年には、機構手段の拡充に合わせて SII 型とされた改良型122両が発注された。なお122両のうち18両はサブ M43 として完成し、サブ M43 はさらに18両が加えられている。 エンジンもより高出力のスカニア・バビス L603 に変更された SII 型は重量が増したものの車内容積の拡大、燃料搭載量の増加といった利点を持った改良型として1943年10月から1944年3月まで生産されサブ M43 を除いた総生産量は220両となった STRVM41 を改造した PBV-301SI 型は全車両がストレングネースの第3機構連隊に配備され SII 型は勝負での第4機構連隊を中心に少数がヘッスレフォルムの第2機構連隊に予備車として第3機構連隊にそれぞれ配備された1950年代末残存していた STRVM-41 は PBV-301 装甲兵員輸送車に改装され、撤去された砲塔は基地防備用として1990年代まで使用された。現存する STRVM-41 はサブ M-43 の車体と基地に配備された砲塔から再生したものである。ABCDEFGHIJKLMNOBQR リッカード・オー・リンドストラム STRVM-41 2013年3月6日閲覧。ABCDE デビッド・ミラーザ・イラストレーテッド・ディレクトリ t オブ・タンクス・オブ・ザ・ワールド d p 288から289 a b CDEF ・ジ t ーンズ・ワールド・ウォーツー・タンクス・ n g v ファイティング・ビークルズ・ザ・コンプリート・ガイド e p 174から175ありがとうございます。